はい、皆さんこんにちは、ナジでございます。ファイナルファンタジーコラボ来ましたね。クリスタルディフェンダーズと違って村コレとかないんで、今日は弾けますね。始まってすぐに。さあ行きましょうか。ツイッターでは報告したんですけど、ライトニングとか出ました。少し弾いたんですけど、はい、出ましたけど、プラスがついてて、その後にプラスなしのね、ライトニングという名が出ましたが、クラウドが出てない。てかクラウドが欲しいです、はっきり言って。なんで、クラウド狙いで弾いていきたいと思います。セフィロス持ってるんで、あとセシルだっけ、それが星6の2体かな。とりあえずクラウドは3体だっけ必要なんで、それが一番やばいと思います。皆さん白米をね用意してね、ご覧ください。ちなみに金プラスが出た瞬間、バッツじゃない限りは終わりって感じかな。多分そんな感じの動画になると思います。さあ早速金卵、この純正の金玉の安心感ね。はい、リノアでございます。 FF の知識ゼロです。昔チョコボのゲームをねやったことあるだけで、 FF のキャラクター誰か知ってるってわけではありません。スコールもあの炭酸飲料の方しか知りません。結構ねやっぱ金率は高いんですけど、その分ねこう期待しちゃうんだよね。うんってなってからのあーっていうのが非常に大きいですね。エース、エースなんかねボックスから消えてましたね。プラスでもついてたんですかね。なんか冷やみのとこ見てたらいなかったんで、さっきお気に入りしておきましたけど、スコールがやたら出てきます。まあ出ると思うんだけど、いずれバッツもちょっと欲しいかな、たくさん。第1弾ばっかやな、リノは。いい、かぶりまくり。バッツはねシステム的なことできるんで、何台かね持っておいて損は。おお、いいね、いいっすね、バッツ。あ、しまった。お気に入りしとかないとね、やらかすときあるんでね。一回モクピーかなんか売ったんですよね。モクピー売ったんですよね、僕一回。金プラスはほんとバッツしか許せない。お、すごいな、金率。こんなもんか。バッツ。バッツバッツ。スキブがないんでね、でもバッツ。どうしたらいいんだろう。継承するにしてもちょっとね、あまり軽いターンでもないんでね。これエモだっけ、エモですね。エモで、これあんまりね、木だからって取っとくとね、ボックスがやばいことになるんでね。それ最近後悔してます。あのスピカとかね、あとデュエルとかね、ちょっとやばいんでね、まあ、たくさんいるのはアルテミスだけでいいかなっていう結論に今、落ち着いてます。バッツ。バッツ。バッツ、バッツ。4体所持でございます。スキブな、まあ、究極すると捉えて、究極すると信じてね、いっぱい取っておく。金がすごい取っておくのもいいですけど、星5って今回進化してないじゃないですか。強い星6だけ進化してるんで、そこがちょっと微妙ですよね。取っておきを見せてやる。この人初めてです。バン。この人もそういう系か。2列生成系ですね。でも、バッツは確か、木なんで、両方木だったはずなんで、そこが強いね。金率だけなんだよな。この人も初めてです。ティナ。この人も同じか。なんか流行りましたよね。FF ってなんか先取りしますよね。2列生成とかさ、まあ、2列生成はブリーチにもいたんだけど、あとヘイストとかさ、なんか特徴があるよね、キャラクターを通して。ビビ持ってるかな。確か FF の後に僕プラスの解体ショーをしたんで、持ってない可能性があるんだよね。なんで星6でプラスが。言うなさ、ちょっと継承でなんか使えるかなと思って欲しかったんですけど、プラスついちゃったか、悲しいですね。この人はウォール、これさ持ってますね、さすがに。さあ、とりあえずラスト銀か。銀の方が出てねえんじゃねえの、この人持ってねえよ。レイン、
これ強いよね、結構一旦の間受けるダメージ激減だから、クシナダ的なことができると。でヘイストついてるんで、お手軽な継承枠としてね、いいと思います。はい、とりあえずじゃあね、打ってこうか。これも残ったやつだけでいいよね、正直僕の中だと。なんで、ライトニングと、この人、この人と、この人、とりあえずプラス付きは打って、で、スコール、ガチャラゲ、死んでいいか、ダンジョンで落ちるもんね。だから、銀玉はガチャラゲした方がきっと P 的に効率がいいので、これを打って、で、リノアはどうしようかな、割と使えそうなんですよね。バインド3ターン回復になったんで、ちょっと一応取っておきましょう。継承で使えるかもしれないからね。で、じゃあこの辺を打っちゃって、じゃあ銀玉打っちゃあかんのや。でとりあえずビビの進化系がいるのかいないのかっていうのだけ見てみて、あ、持ってますね。まあでも銀玉なんで取っておきましょう。今日朝起きたらすごい喉痛くて、なんか今もなんか鼻になんか詰まってる感じするんですよね。たまにないですか、なんか鼻にね、右はね通ってんだけど左だけなんか詰まってる感じがしてちょっと怖いね寝てる間に虫とか詰まったら怖いですよね。さすがにそれないと思うけど。さあ、金スタートでございます。この人はあ、もう3体いるんだあ、まあいらないかな。火と光はそんな使わないんだよね。かといってなんかシステムでこれが必要ですよとか言われても困るんで、一応数体は取っておきますけど、まあ、3体はいらないかな。エモです。まだエモもプラス振ってないはずなんでね、ちょっとスキル馬にしないとやっぱね、プラス振る気にならなくて、で、FF 組んなら、お、ユーナ来た。継承で使えますね。ありがとうございます。ユーナいいんだって。ユーナ2体も出なくていいんだって。クラウドくれ、クラウド。なんでこんな出ないんだよ。お、かっこいい。セシル。これね。これも星6なのね。しかも分岐するんで2体欲しいってとこですよね。ゼンドロップ、光闇回復、アポカリプスの死亡。悲しいな。ヘイストがあるといえど、こっちの方が見た目もね、性能もいいと思うんでね。まあ、光属性かってとこですよね。でもなんかこいつも進化で光になった気がしなくもないんですよね。はい、オッケー。じゃああと本当に金玉。出てないのはクラウドだけですね。そのクラウドは、3倍欲しいのにこのざまです。スコール、金プラスほんと怖えな。でも今んとこ金プラスがね2回ぐらいしか出てないのがまだ救いですね。銀はもうエモだけでいいよ。よし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 スキラゲだからね。金プラス、怖い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 、よし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 、よしでもないけど、ヤシュドラさん、この人、あ、この人は違うね。闇ドロップを水にダブル変換なんだ。あ、十字消しで半減経過、なるほど。うん、全員が二列生成ってわけではないんですね。この人はウォル、なんかウォルだけ刀身とかね、イラストがちょっと浮いてるというか違いますよね。やっぱ書いてる人によってだいぶ変わるんでしょうか。これも若干ね、なんか雰囲気違うよね。バンさんもバンバン、いやー渋いな。渋すぎないか。ちょっと金率はいいんだけども、クラウドさん、スコールさん、なんでしかもユーナ、あ、でもセシル出たか。セシル出てるから、まあ、ユーナだけしか出てないってわけで、お、ジタンや。ジタンずっと見てなかったね。ジタン、ありがとうございます。なんか目覚めのターンがね、目覚めのターンが伸びましたよね。どういう意味があるんでしょうかね。一人でループするわけでもなく、なんか二人リラフレでね、やるにしてもちょっと、なんかもったいないみたいな。逆に中途半端な状態にもなってしまってる気がするんですけど、なんか倍率が上がったんだって、それでなんか使いやすいんじゃないのっていう、そういうまとめみたいなの見たんだねなんでこう一気に出てくるのかな。
リーダースキル進化前弱すぎやろ、ちょっと。進化してほしかったですね。結構リクエストでもね、ジタン多い方なんですよね。ジタン使ってくださいって言って、僕もいいですよ、でもフレンドがいないですっていう状況にいつもなるんでね。フレンドが本当にいないんで。確かね、でもね、ビオランテが引いたんでね、あのサブアカね、サブアカで出たんで、まあ、そいつで出しておけば、まあ、いいのかなっていう気はしますけど。出ないなぁ。ゴッドフェス並みの金率しとるんだけど、星6フェスゲン並みに出ないですね。まあでもこんだけ一つのキャラクターが欲しいって思ったことは久しぶりなんで、まあ楽しいんですけどね、楽しいんですけど、1体ぐらい出てよくないって、1体出てから勝負なんだよ正直。クラウド、レオニスってさ、さすがにパーティー組まないからさね、お願いしますよ。イロハスのサイダー買ったんですけど、なかなか美味しいですね。トマトが滑ったじゃん、イロハスって。絶対滑ったじゃんあれ僕飲めなくはなかったですけど、好んでね飲むものではなかったんで、ちょっとねサイダーは割と当たりかなと思っております。だからオレンジとねみかんだっけ、オレンジとみかんって一緒やみかんとリンゴが成功してるのがあってね、あと桃も美味しかったですよね。なんでちょっと怖い反、期待してる反面ちょっと怖いとこもあったんですけど、サイダーはなかなか当たりだった気がします。本当に出ねえな、スコールばっかやん。どうしたらいいのこれ、出ない、どうせ出ない、ほらほら出ない。まあ時短はいいけどさ、いやこんだけ金が多いってのも辛いですね。前回揃えておくべきだったんじゃないかな。キャラが増えちゃったんで今回、あとだってセシルもう1体ぐらいしか欲しいのね、いないですよね。あとはまあそんなユーナもたくさん必要なわけじゃないしな。セフィロスもね、全ドロップ強化でしょ、あんまり貴族性には欲しいスキルじゃないですよね。いやーチョコボさんお願いしますよ。1体でいいから見しても、プラスついててもいいから1回出るかだけ見してくれん。あーリノは、リノはね、横のワンちゃんは何なんだろう横のワンちゃんやたらリアルですよね、本当にいそう。ドン、銀玉ですか。この人よう出ますね。ウォールさん7体所持、回復力も7。まあ金銀交互ぐらいには出てきます。おっと、突然ちっちゃくなったシャントット一応持ってますね。この人も2列生成か。あでも木作るんでワンチャン継承ないですね。あないね、私ブチギレますわよどういうキャラなんだろうね。さあ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 、びっくりした、ちょっとびっくりしたわあんまり見ないねイラストだったんでね、え誰って一瞬になりましたね。前だけ見てろってことで、あなたは継承させますラグドラパーティーとかに突っ込んだるわ。ガイアドラゴン出るんでね、あのパーティーとかにね入れてみんのも、あこれ初ゲットだよ、これ初ゲット、ここに来てディグダじゃない、ティーダ、ディグダに見えちゃったわ。木の多色はねラグドラカーとリンシアなんですけど、リンシア毒必要なんで、まあ、バーサーク使うって手もありますけど、まあラグドラパーティーなんかに継承させんのがねいいのかなと思います。まあでもターン早いマシンタイプっていうのがねなかなか思いつかないんで、しかも貴族性なんでね僕の場合。いやーガイアドラゴンがようやく貴族性をねこうなんとかイコールドラゴンの道を進んでくれるかと思ったらね、ラグドラと合わせろと、なんでなんでだよね本当に。あダメだなこれこれダメなやつだなきっと。クラウド出るまでの方がいいんじゃない動画。最初システムできるまで回したろうかなと思ったけど、これクラウド出るまでの方がいいですねきっと。さあ皆さん、お米は、もう3杯目ぐらいでしょうか。
僕は4杯目ですね。僕は4杯目に突入しました。はい、カードゲームエース、何なんだろうこれ、なんでカード使ってんだろうね。デッキオープンっていうカードゲームのね FF もあるんでしょうか。そういうわけじゃないか。出ないっすね。いや、シュトラさんですよ。回復5、あ、回復5個以上つなげるとって感じ、あ、そういうことね。あ、じゃあ十字消しでも倍率が出るんだ。それはちょっと面白いですね。類で言うと極芸士とかガーディウス系ですよね。ティフォンとか回復つなげて倍率出すっていうのはね、なんでそういう面白いスキルをコラボ系に持ってってしまうのかっていう。でそれでさ、またさ、ガチャゲンでさ、レアガチャでさ、なんか劣化版みたいに出してさ、結局究極でこう抜かしていくみたいな、いつものパターンですよ。あれ、ま、未だにちょっとビビる。未だにうんってなる。違うんだよな。でセフィロスもゼロですからね、今んとこ。ね、なんで星6に限ってプラスがついていくんでしょうか。これクラウド、さっきプラスついてていいとか言ったけど、実際ついてきたらもうつらいつらい。聞いたね。2倍じゃないからな、水属性 1.5 倍。うん、7ターンとはいえね、えどうなのってとこありますよね。よう出るな、6体処置。火光で3倍か。あ、なんか歴竜とかできそうですよね。歴竜ができそうなスキルですね。この人もう2桁いるんじゃない。あ、リーチでしたわ。いやー、これクラウドオルン実装されてます。スコールでしょ。もう金玉出ても何も嬉しくないもん。まずは金玉みたいなね、ゴッドフェス的な感じになってます。しかもいい感じに交互に出てくるんですよね。バランスタイプってね、バランスタイプって本当にあれどうすんのっていう。バランスタイプってさ、まあ、貴族性に多いからさ、あんま文句言えないんですけど、僕嫌いじゃないんですけど、特徴なさすぎないっていうね。あくまでそのバランスっていうタイプで、まあ、エンハンスがかかるよみたいな、そういうものであって、なんかバランスだからこれとかいうのはないですよね。もうダメだ。もうダメだ。もう僕ダメですわ。これで4回で出なかったらもう消えます。エモね。もうちょっとね、スキルがね、なんか面白かったらよかったんですけど、もう十分面白いんですけど、なんか違うなっていう感じがねしますよね。はい、最後は金玉出してね、これがフラグなんでしょ、きっと。最後も銀玉で終わるんでしょうね。お、あ、もうプラスついとるやん。バカ野郎てめえ、何やっとんねん。は？何やってんのマジ。本当に興味ねえよ。興味ないねだわお前。デバ包丁みたいなの持ち上がってな、最後にかっこよく登場してプラスついてんの。これプラスなかったらイケメンだったのにさ、プラスついてるからなんかもうね、この謎のドヤ顔。ムカつくわ。